ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。キックオフです。危険なタックル。キーパーの指示が伝わっていないのか。走り込んできた。手はいけない。ニアだ。空中戦。さあ、ここからボールを攻め、中へ放り込む。放り込んできた。狙いすぎたようです。これは危ない。カポスト、ヘッドで。さあ、どちらがボールを支配するのか。華麗なドリブル。主審ファウルを取りました。キーパーが指示を出しています。コーナーキックです。さあ、チャンス到来。
さまよう。ピッチを優雅に徘徊します。ヘッドでつないで上げてきた、シュート。これはコーナーキック。カットできるのか。体を入れてきます。ニアだ。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。シュート、キャッチされた。さあどちらのボールになるのか。いっけいっけ、ドビドビ。左へサイドチェンジ、センタリング、スローイン。スローインです。オフサイドにはならなかった。ファーサイド、オフサイドの網にはかからない。折り返し、ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。スローインです。抜かれた。中へ放り込む。コーナーキックです。さあセットプレー、何をやってくるのか。ヘッドでパスを送る。ヘッドでパスを送る。放り込んできた。
麗なドリブル。中へ上げる。シュート。おっと、前半終了の笛です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ。走り込んできた。ガンガンプレスをかけます。さあここからどう攻める。右へサイドチェンジ、ヘッドパス。これはピンチ。タッチに逃げます。ふわっと上げる。ハイボールを競り合う。激しい攻防。これはゴールキック。さあこのまま攻め上がれるか。スローイン。
選手がピッチサイドで準備運動を始めました。果敢にスライディング、スペースを埋めないと、クロス、さあどちらのボールになるのか、まるでボールを持った仮面舞踏会ヘディング、インターセプトを狙う、フリーにさせてはいけない、スローイン、あと10分です、大きくサイドチェンジ、ジャンプ、シュート、さあどちらがボールを支配するのか、オフサイドにはならなかった、さあここからどう攻める、味方を探してますよ、フォローが遅いですね、シュート、頭でつないで、決めることができない、頭でつないで、出た、これはゴールキック、キラーパスになるのか、キーパー前に出ている、ここで笛です、延長戦に突入します、いよいよ延長戦に突入しました、体を入れてきます、中へ上げた、ジャンプ、シュート、ワンタッチ、
延長戦前半5分経過、必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく華麗なドリブルを披露しています。出た、芝の香りもかぐわしいドリブル、これはピンチ、折り返す、狙ってきた、米川、ボールを外へ出す、選手交代がありました。走り込んできた、中へ放り込む、米川、ナイスセーブ、合わせた、カット、同点という名の安寧を戦いの女神は認めないのでしょうか。あと一歩及びませんでした。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見事な試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。